なら今海に入ってるわよ。ほら見えるってね。ここからじゃわからないわね。兄ちゃん。小太郎くん。騒いでんの？あれそうか。ごめん、俺戻る。弟に好かれすぎとは思ってたけど。小太郎、カシマくん、一体どうしたんだよお前。カシマくんが潜ってるところ見つけて輪になっちゃったみたい。お騒がせしてすみませんでした。え、いいのよもう。心配かけてごめんな。これ見つけたからお土産。小太郎はこれ覚えてないよな。うんの音。それじゃあ持ち方逆さまだよ。次また海に来るときは太郎も海が大好きになっていますように。どうしたのタカ君、もしかしてまた神谷と喧嘩でも。あよあれおいない。どうするに原因はこれみたいなのよ。何ですか？ボールに落書き。それは昔からハヤトが大事にしてたサインボールなのよ。それで怒って今度こそ本気でタカ君を殴ったりしたんじゃ。そうじゃなくて実はね。いたぞ、俺を怒らして来いだろ。ババア、部活行くから飯。ちょっと待って、あんた知らない？知るか。あ、分かった。いいだ、学校行くなら俺も一緒。あ、なに？どうしたの？あれは本気で怒ってるわね。タカに謝らせるにしてもまた無視されたら目も当てられないわ。これから補習の授業があるんですよね。様子を見に行くのは全然いいんですけど。それならチビどもは私が見てようか。おばあさん。理事長。おい、何をもたもたしてんだい。それじゃあすぐ戻りますからよろしくお願いします。タカ君も小太郎もいい子で待ってるよ。さてまずはその腫れた目を冷やしてやらないとね。小太郎、お前はサイカオと一緒に氷を持ってきな。神谷ならいるけどちょっと声かけられる雰囲気じゃねえぞ。来てからあの調子でずっと素振りしてんだよ。やっぱあいつ本当はもっと野球強いとこ行きたかったんじゃねえのかな。俺は割と好きでやってるから。練習の邪魔してごめん。確かに怖い。ごめん、ちょっとだけ話したいんだけど。それからずっと泣きっぱなしになっちゃってるぐらい。高くんも反省してるというか。さっさと許してやれってか。あ、いや俺はまともに顔見たくなくなる時の気持ちはわかるよ。年がこんだけ離れてると。昔夏休みの課題で2週間かけてマッチ棒の大阪城壊されたり、ついこの間も勝手に携帯持ち出されて思い出したら泣けてきた。元気出せ。それでも小太郎に悪気がないのは分かってるし。物はこの際どうでもいいんだけどよ。うちのバカは悪気 100% だろ。どうせ謝ってこいとか言われてもただとかただこねてたんじゃねえのか。クソガキ相手じゃ結局俺が我慢するしかねえ話だよ。俺悪くねえもん。遊んでくんでいいじゃん。悪いじゃん。あの難解な言葉を理解なさるとは。あれの宝物はこれだじゃん。何でも消える超合金なんだ。誰かは俺をぶっ壊すためのトンカチを持ってきな。はい。お前が兄貴にしたのはこういうことだよ。それでもお前は悪くないのかい？さあ戻るよ才川。はい。あとはお前一人で大丈夫だね。タカ君、そろそろ野球部も練習終わる頃だろうし。二塁のベースカバーナイスだった。神はさ。我慢しなきゃと言ったけど、小さい子だって成長するんだと。俺はほんの少し寂しいだろうな。多分みんなも来ると思うけど。ガキどもと野球やるぞ。野球はまだ無理なんじゃ。